ルノー R23 は、ルノー F1 が2003年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。マイクガスコイン、ティム・デンシャム、ジョン・イリーによって設計された。R23 の肝は111度という革新的な広角バンクのエンジンにあった。このスペックを採用した最大の目的は、低重心化によるハンドリング性能向上であった。 実際にコーナリングスピードはライバルを圧倒していたが、振動特性が足かせとなって回転リミットが低く、最高出力もたチームに劣るものになってしまった。しかし、この弱点が、副次的に中速域トルクの増強、低燃費といったメリットをもたらした。この集大成が、ハンガリー GP でのアロンソの初優勝である。また、 ルノはシーズン中のテスト制限を受け入れる代わりに、金曜朝の特別走行枠への出走を選択。テストドライバーのアランマクニッシュを加えた三大体制で、走行して、ミシュランタイヤのデータ収集に効果を上げた。シーズン後半戦は、サイドポンツーン周辺を、フェラーリ F2003 画風に、シェイプアップした R23 バイトを投入した。 ドライバーは、ヤルノ・トゥルーリとテストドライバーから昇格した、フェルナンド・アロンソの組み合わせとなり、ワークス復帰2年目のシーズンに臨んだ。第2戦マレーシア GP ではアロンソが、史上最年少で、ボールポジションを獲得し、トゥルーリと共に、ルノを復帰後発となる、フロントロードクを達成。決勝レースでも3位でフィニッシュして、史上最年少で、 表彰台に上るなど、シーズン序盤から前年を上回る安定した成績を残した。第11戦イギリス GP から R23 バイトを投入すると、第13戦ハンガリー GP で再びアロンソが、ポールポジションを獲得。決勝では、ミハエル・シューマッハを周回遅れにする完璧な走りで、ポール・トゥ・ウィンを果たし、自身の最年少優勝記録を樹立するとともに、 ワークするのに1 9 8 3年、オーストリア GP 以来となる20年ぶりの優勝をもたらした。結果、2003年シーズンは、ハンガリー GP での1勝を含む5回の表彰台を獲得。コンストラクターズランキングは2年連続で4位にとどまったが、獲得ポイントは88と前年を大きく上回ることとなった。太字は、ポールポジション、車体字は、 ファステストラップ、ありがとうございます。